こんにちは、塚口ガーデンの柴田です。今回はこれです。姫リンゴの育て方についてお伝えします。今回もよろしくお願いいたします。まず育てる場所ですが、姫リンゴは風通しの良い日当たりが適していますが、夏の西日は強すぎ、しかも日照時間が長すぎ気を痛めますので、鉢植え庭植えともにできるだけ夏は西日を避けます。水やりですが、鉢植えは土の表面が乾いたら鉢底から水が出るぐらいまでたっぷりとやりますが、庭植えの場合は植え付け後根付いてからは水やりは雨に任せて必要はありません。ただ庭植えの場合も夏にひどい日照りが続くような場合は水やりが必要になります。肥料ですが、肥料では元肥として春4月から5月頃、固形の油かすなど有機の固形肥料を与えます。あと9月から10月頃に水肥として、このような環境性の化成肥料をやります。庭植えでは元肥水肥ともに化学肥料窒素リン酸カリの等配合のものを使いますが、化学肥料は最小限に抑えて、できるだけ堆肥など有機質を施すことが大切です。植え付け植え替えですが、姫リンゴを植える用土は水はけが良く、しかも保水性のある土が適していますが、この条件さえ整えば露出は特に選びません。市販の果実用の培養土でも構いませんが、配合されるのでしたら小粒の赤玉土7、腐葉土3ぐらいの配合土が適しています。姫リンゴにはたくさんの園芸品種があり、白い花のほかピンクの花の咲く品種もあります。実の大きさや味付きも品種により違いがあります。基本的には自家受粉し1本でも実がなりますが、違う品種の姫リンゴを近くに置きますと実付きが良くなります。品種によっては多少違いがあるため、ご購入の際は1本でも実を結ぶかどうかを確かめる必要があります。姫リンゴの植え付けは極寒期を除いた落葉中に行います。姫リンゴはこのように接ぎ木のものが多いので、植えるときは接ぎ木の部分を地上部より上に出して植え付けます。植え付けたらたっぷりと水をやるようにして、植え付け直後はぐらぐらしますので、しばらくは注意深く様子を見て、場合によっては支柱を添えてやります。鉢植えの植え替えは11月から3月頃で、植え替えは土の根詰まりを防いで通気を良くするため、鉢の大きさや育ち具合によりますが、2年から3年に1回は植え替えが必要です。植え替えは落葉期が最適ですが、真夏以外でしたら植え替えは可能です。手入れでは剪定切り戻しがあります。植え付け初期のこないで樹形ができるまでは腐葉枝や間引き剪定にとどめます。姫リンゴは徒長した枝には花芽はつけず、短い枝につく傾向があります。短い枝が多くなるよう7月から8月に徒長した枝を5芽から10芽残した程度にして剪定し、短い枝が出るようにし全体的に整理をします。また風通しを良くするため、5月から6月頃の徒長した枝だけを切るか、見栄えの良い長さまで切り詰めます。収穫では秋に小さな実が、このような小さな実がなります。購入時の苗木の状態にもよりますが、この苗の植え付け後最初に収穫できるまでには2年から5年もかかる場合があります。果実は主にジャムや果実酒など加工向きで、花材としては夏は青リンゴ、秋から冬は赤い状態で花屋さんに出回ります。次に病害虫についてですが、病気ではうどんこ病や赤星病などいろいろな病気が発生しますが、病気は原因が水虫と同じカビや細菌によるものが多く、早期の発見が難しく、発見した時にはもう手遅れで病気の根治は非常に困難です。また病気は害虫の食害した後発生しやすくなりますので、病気を予防するにはまず害虫の発見が大切です。害虫ではアブラムシ、ハダニ、カイガラムシ、アメムシ、ブンバイムシなどいろいろな害虫がつきます。害虫は病気と違い比較的農薬で駆除が容易ですので、
日頃から葉や枝の状態をチェックして、虫食い、葉の色の変化があれば見つけ次第農薬で駆除すること。最後になりましたが、姫リンゴの特徴について簡単にお伝えします。姫リンゴは秋に小さな可愛い実をつけます。リンゴは主に寒冷地での栽培が適しているのに対して、姫リンゴは日本全国で栽培できます。秋の実以外に春に咲く白い花も観賞価値があるため、古くから庭木や盆栽としても親しまれています。姫リンゴは食用よりはどちらかと言いますと観賞用として主に流通し、クリスマス頃になると花材として花屋さんのテントにも並びます。姫リンゴの花はつぼみの時はピンクで、開花とともに白くなり、満開の頃は大変美しく、花と実の両方とも観賞価値があり、非常に人気があります。以上、今回は姫リンゴについてお伝えしました。最後までご覧いただきありがとうございます。ご感想やご希望等ございましたらコメント欄よりお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。